ロバート・アバークロンビー・ラベットは、アメリカ合衆国の政治家、軍人、ハリー・エストルーマン政権にて第四大国防長官を務めた。国防副長官から昇進し、朝鮮戦争を指揮した。ダンホーフは、ラベットを、冷戦の立役者と呼んだ。また、ザワイズメンとして知られる、外交政策の長老グループの中核メンバーでも、あった。 1895年9月14日にテキサス州ハンツビルにてユニオンパシフィック鉄道の社長及び取締役会会長ロバート・スコット・ラベットの息子として出生したペンシルベニア州ポッツタウンのヒルスクールを1914年に卒業したイエール大学ではスカルボーンズの一員で1918年に同大学を卒業した後 ハーバード大学大学院で法学と経営学を専攻した。1919年4月19日、アデル・クオートリー・ブラウンと結婚した。第一次世界大戦中は海軍将尉としてイギリス海軍航空部隊と共に紹介、戦闘任務に当たった。後にアメリカ海軍航空隊を指揮し、少佐に昇進した。ラベットは、 国立ニューヨーク商業銀行の行員として就職し、後にウォール街の投資銀行、ブラウンブラザーズ・ハリマニへ移り、ニューヨーク経済界の著名人となった。航空学、特に欧州の商用、軍用機に興味を持ち続けた。1940年12月、ラベットはヘンリー・エル・スティムソン陸軍長官の空軍担当特別補佐官に任命された。 1941年4月、ラベットは空軍時間補に、ジョン・ジェイ・マクロイは総時間補に、またハービー・エイチ・バンディは陸軍長官特別補佐官になった。ラベットは事務能力に優れ、第二次世界大戦中には陸軍航空部隊の大規模拡大や多数の軍用機の調達を監督した。百四十五年九月、ラベットに主君賞を授与するに際し、 ハリー・トルーマン大統領は彼は陸軍長官のまさに目や耳当てとなりアメリカの空軍力を急成長させて世界を驚かせ戦争を迅速かつ成功裏に終わらせる上で実に大きな役割を果たしたと記した。彼らとバンディが1945年9月に辞を表明した際、トルーマン大統領はラベットとマクロイの辞任を拒否したが、 ラベットは1945年12月にブラウンブラザーズ・ハリマンに復帰した。そのわずか1年余り後にワシントンに呼び戻され、国務次官としてジョージ・マーシャル将軍を補佐した。アーサー・バンデンバーグ上院議員との対話を通じて、彼はバンデンバーグ決議の起訴を手伝った。同決議は、ナト o 設立につながった。1949年1月に投資業に、 復帰したが、1950年9月に国防長官に就任したマーシャルは再度協力するよう要請した。国防副長官として、ラベットは将軍 A で重要な役割を演じ、CIA の創設に尽力した。ラベットの国防長官就任当時、朝鮮戦争が終わる見通しは立っていなかった。彼の主な懸案は常に長期的再軍備計画であった。 ラベットは、マーシャルと同様、第二次世界大戦終結後の軍備縮小は米国にとって重大な誤りであると信じていた。彼は、マーシャルと共に1948年の新国家、イスラエルの承認に反対したが、これはイスラエル建国がこの地域における長期的な米国の戦略的利益に反すると考えたからであった。朝鮮戦争勃発時、 彼は再軍備計画を設計した。これは、軍事上の需要を満たすこと、及び将来の軍事的緊急事態の抑止、動員の基盤として機能することの双方を意図していた。ラベットが言うように、これまでこの国には二つで一組となったスロットルしかなく、一つは戦争のために開かれ、もう一つは平和のために閉じられていた。我々が真にしようとしているのは、 巡航速度を探ることである。ラベットは朝鮮戦争の継続及びアメリカの国防力改善に向けた大規模金融予算を主張し、議会のさらなる予算削減に強く反対し、陸軍や海軍や海兵隊を展開する必要性を強調して多額の資金を要求した。彼は空軍機143機の購入と、 軍備拡張という目標を目指して主張した。だが、すべての要望が満たされたわけではなかった。国防総省が1953年中に受領した、実際の額は約442億ドルで、前年より約130億ドルの減であった。彼は当初710億ドルを要望していたが、後に490億ドルに引き下げた。再軍備に向けたラベットの努力は、 連邦政府と鉄鋼業界との大きな紛争により1952年に損なわれた。トルーマンは1952年4月に製鉄所を掌握し、ストライキの回避を図った。最高裁判所がトルーマンの差し押さえ命令を却下した後、ストライキが発生した。ラベットは防衛生産維持に不可欠だとして大統領の行動を指示し、 国家の軍事力に及ぼすストライキの影響について重大な懸念を表明した。それでも1952年後半は部分動員開始以来のアメリカの軍事的効果の中でも最大の増加を記録したと述べた。トルーマン政権末期までに国防総省は朝鮮戦争における動員問題によく対処し長期の準備作業に着手した。ラベットは 軍備問題のほか、核兵器の適当な軍事的役割など、1950年代初期における、いくつもの未解決問題を継承した。核兵器問題その他の主要軍事問題に関する、ラベットの姿勢は、概して前年者のそれを踏襲していた。彼は、一般軍事訓練は、予備軍を構築する唯一の現実的、長期的方法であり、これにより、 正規軍の小規模化が可能になるとして、これを強く支持した。NATO を強く支持した、彼は、1952年2月の NATO 会議が1952年末に、達成すべき50個手段と4000機の軍用機の兵力目標を採択した際に、重要な役割を果たした。比較的円滑な運営にもかかわらず、ラベット・ワキソンの国防組織への不満を募らせた。彼は、 真の統合は立法上の命令ではなく進化の過程からのみ生じると考えていたが任期終了が近づくと彼は1949年に制定された国家安全保障法を改正する必要性を認識した彼は退任前週の記者会見で統合について発言しアメリカが大きな紛争に巻き込まれた場合は国防総省の大規模再編が必要だと述べた 1952年11月18日にトルーマン大統領に宛てた長文の手紙の中で一下の提言を行った。すなわち国防長官と大統領統合参謀本部 JCS 及び三軍各省との関係の明確化 JCS の機能の再定義三軍各省の再編及び軍事委員会と研究開発委員会の機能の再編と再定義である。 ラベットは後継者によって実践的配慮のための彼の提言を意味し、彼らは実際にアイゼンハワー政権初期の数ヶ月間に再建計画の策定において重要な役割を果たした。選挙後の国防総省の秩序ある組織外の必要性を懸念したラベットは公認の国防長官であるチャールズ・ E ・ウィルソンと政権移行期間中に数回面会し、 現在の問題についてしっかりと説明した。ラベットの国務時間時代の日記はニューイコールヨーク歴史協会の原稿集に収蔵されたブラウンブラザーズ・ハリマンコレクションにて閲覧可能。1953年1月20日の辞任後は再びブラウンブラザーズ・ハリマンに戻り無限責任組合員として長く活動した。 彼は史上最も有能な国防長官の一人として、また国防組織に対する鋭い批判者として認識されている。彼の大きな業績としては、朝鮮戦争の動員完遂、長期的再軍備計画の立案、遂行、国防総省の再編提案などが挙げられる。1960年の大統領選挙の後、ジョーゼフ・ P ・ケネディは、息子のジョン・ F ・ケネディに対し、 望みの長官職をラベットに与えるよう勧めた。ラベットは健康を理由として丁重に断った。1963年、彼は自由勲章を受章した。1964年、国家への貢献により、名高いシルバヌス聖夜賞を陸軍士官学校から与えられた。G. ウィリアム・ダンホフは、ラベット、ハービー・バンディ、およびジョン・マクロイが緊密な関係を持っていたとした。 また、ディーン・ラスクを国務長官に、ロバート・マクナマラを国防長官に、そしてシーダ・グラス・ディロンを財務長官に任命すべしとのラベットの勧告をジョン・ F ・ケネディが受け入れたとした。1986年5月7日にニューヨーク州ローカスト・バレーで死去。1986年1月4日には妻のアデルが先だった。両者とも自分の子らとロバート・スコット・ラベット二世よりも、 長明であった。母校イエール大学の私学科は、彼を検証して、軍事史、海軍史講座担当ロバート・エイ・ラベット教授の職を、置いている。現職者は、著名な冷戦史家ジョン・ルイス・ギャディスである。ダリル・ジェイ・ハドソン、バンデンバーグ・リー・キンジ・ガード、セネート・レゾリューション 239&US ・ US、フォーリン、ポリシー、ディプロマティック・ヒストリー、ボリューム1ナンバー1。 ウィンター1977ありがとうございます。